最近さ、船長ね、収録でね、うん、なんか若返ってるって言われてるの、うん、思う？え、あーじゃん、え、なんかあれなんか不評な、いや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 、そんなことないよ。そんなことないっていうのは若返ってるに対するそんなことないよそんなことちゃんと若返ってるよ、うん、なんか言われるの、若返ってるって、うん、え、なんか具体的にはどういうこと？あんね、こないだシオンタンと坂又に会ったんだけど、うん、シオンタンがね、え、船長可愛くなってる、若返ったって言ってて、え、船長若返ってるよねって坂又に言ったら、はぁ、あ、確かに若返ってますよねみたいな言ってて、何歳に見えるって聞いたら、うん、23歳って言ってて、うん、でしかもね、アクタンもね、アクタンもマリンのこと23歳に見えるって言ってたのどんだけ若返、もう美魔女すぎてすまんの状態なんだけど、マリ17歳、まあ、17歳なんだけど、でもさ、うん、こんな話を知ってる、17歳だとしてその実年齢よりちょっと上、うん、23歳とかに見えるってことは、うん、それ以上老けないの法則があって、うん、実際これちょっと未来予知の話一回していい、うん、ちょっとマリンがあの19歳になった時ね、うん、あの未来なんだけど、その時にその時にね、19歳になった時に、うん、な、23歳ぐらいに見えるって言われて、うん、大人見えするのかなと思って、その話を会社の人にしたとしてね、したとしてね、うん、するという予想なんだけど、うん、したら会社の人は、実年齢よりちょっと上に見られてるってことは、その年齢超えてもその23くらいに見られるっていうことなのって言われるという予想があってちょっとね、難しいよ言い過ぎすぎて何回だったかな、失礼、うん、失礼、何回だったかな。つまり何が言いたいかというと、うん、一生23歳に見え続けるマリンなのでしたってこと、うん、なるほどね、うん、ずっと23歳って言われてんな、なんか若い頃からずっと言われてるけど、これってもしかして23歳で時が止まった？まあでも、花みたいな。でも、うん、なんかマリンは元からずっと可愛いよ。え、またそんな、うん、え、なに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 、なんか若返ったか若返ってないかって言われても、うんうん、なんか前からずっと可愛いよって思ってるから。え、なに急 に, そんなに、え、今日デレキ入った、もしかして いつもそうじゃん。え、なん、たまにさ、ツンキ入ってるじゃん、うん、今日デレキか、今日デレの周期か、プレアちゃん、お水飲んでんな、ごくごくごく、うん、あ、すごい、今はめちゃくちゃ水飲んでる感出てるすごくない？めっちゃ水飲んでる、にぎにぎして、もうやらしい、フラちゃん、なんでその手つきは、やらしいわね、うん、マリも飲もう背中マジでかゆい、お願いお願いお願い、違う、そこじゃない、もうちょっとここ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 、あー違うの、書いて、お願いお願い、な、生でお願い、なんか入って、えぇ、キモい、キモい、なんかキモい、お願いお願い、一瞬でいいから、違う、こ、中に中に入れてて、こ、そ、ここ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 、違う違う、もうちょっと上、ここここ、ね、一瞬じゃないのよ、もうちょっと上、あ、そこそこそこ、あ、そこ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 、もうちょっと強く、もうちょっと強く、おお、もうちょっと強く、お願いねえ、なんか弱いよ、もうかゆい、かゆいって、自分で書きなさいよ、うん、若干届きづらいんだもん、ここは。こういう人のために孫の手って存在するんだ。いや、孫の手ってさ、あんまりなんか気持ちよくなくて、え、なんかさ、孫の手についてるさ、たまになんかゴルフボールついてるやん、知らん知らん知らん、いや、知らん知らん、ついてるやつあるよね、なんか猫、こういうさ、手ついてるじゃん、うん、あ、ついてる、の反対側のなんか棒の端っこになんかゴルフボールついてて、それをなんかこう肩のなんかこの辺に当ててなんか肩こるよみたいな、ほらほら、あるあるよあるよって、え、そうなの、え、知らねー、ゴルフボールついてんだよ、で、なんかそれマリンにぴったりやん。いや、肩こりは大丈夫だよ、肩こりはマリン、あの電気マッサージ機持ってるから。あ、使ってる？え、めちゃめちゃ使ってるよ。ふーちゃん、当ててあげようか、ここにあるよこんなとこにあります、なんと電気マッサージって聞く？これ、ほら、あー、
赤赤赤赤赤赤赤なんでなんで違う肩に当てるんだよ、うん、じゃ肩に当てたとしてもマリンの配信は黄色だから、うん、あそっかじゃあしまいます。誤解受ける。わかりました、怒られるよ、うん、確かにマネーちゃんに。確かに、いやマリンさんフレアがいてくれてよかった。マリンを止めてくれる フレアこそ真のキルアなのかもしれない。俺はゴン、お前はキルアな。ゴンはそんなこと言わない。